Spinner。Pop Pen Innovation World Ella Podcast from the next Ella。後藤正美がナビゲートしています。トップンイノベーションワールドエラー。ここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション From the Next Era、 対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回は美術家長坂真吾さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ簡単にねではございますけれども、経歴長坂さんの紹介させていただきます。会社経営を経て路上画家へ、2017年ガーナのスラム街アグボグブロシーを訪れたことをきっかけに、電子廃棄物を後に消化させゴミ廃棄の実態を世界に発信されていると、ホームページとかもね見させていただいて、会社経営を経てっていうよりは会社が倒産してですね、本当は。あ、本当はそこは濁されてるわけですね。はい、こんな柔らかい買い方してくれたの初めてですいやいや、はい、全然知らないことだらけで驚いたんですけど、例えばガーナにね、世界最大級の電子機器の墓場と言われる場所があるっていうのをまず知らなくて、非常に驚いたし、まあもちろんそこで打ち捨てられたこう基盤がですね、長坂さんの作品の中ではこう本当にいろんなとこに使われてるわけですよね。そうですね、やっぱりすごい考えますね。もうこういうものに実は僕ら基盤に囲まれて暮らしてるわけなんで。いや、なんかそれこそ後藤さんがアグボグボロシー行ったら曲できると思いますよ。そうですか。ものすごいエネルギーですよ多分。本当にそんな気はする。なんかやっぱりね、こう自分の周りにもやっぱ電子機器ってものすごくやっぱり音楽の周りにも多くて、いろいろ考えることがあるんですけど、その後の話に行く前に、例えばでも音楽の業界って意外とゴミ出ないんですよ、実は音楽機材って。っていうのも修理して使うんですよ。なるほど。みんなあのヴィンテージになっていくとか、本当ね。だけど例えばですね、僕前に CD プレーヤーを壊れてしまって、で直したいと思ってソニーに電話したんですよね。そしたらソニーの対応の人に、いやそれは直すとお金かかるから買った方が安いですって言われちゃったんです。それよくありますね。でもこういうことの行き着く先がこのガーナのアクボグブロシーのが電子機器の墓場になってるってわけだと思うんですよね。いやそうですよ。計画的陳腐化って言って、こうまあどんどん買い替えようみたいな、直すぐらいだったら新しいのを買えっていう文化が、文化というかこう経済とか政治とかの社会とかのあり方がこういう街を、まあ要はその貧しいところにゴミを集めてしまってるってことですよね。そうですね。なんか、昔もったいないってすごいおじいちゃんとかおばあちゃんに言われてたんですけど、やっぱそういう概念がほとんどもう今ない。アマゾンとか大量生産主義がファーストプライオリティ、優先されたものっていうものに包まれていく中で、使い捨てっていう概念が僕らの日本人のそのもったいない精神をね、こう脅かして、気づいたらなんか何でも OK みたいな使い、要はなんか昔携帯5年契約とかだったんですよね。はい、今はもう2年とか1年とかでしょ。確かに。だからね、この消費サイクルを上げるってことは、地下のエネルギーを、地下のね石油とかを使うんで、どんどんこう経済回していけるんです。でそれにはやっぱり動機が必要で、例えば僕らアーティストじゃないですか。で後藤さんだったら、後藤さんそのギターはね、リペアして使うけど、CD がバカ売れしたら、やっぱりその分の、そうですね、50万枚100なんかミリオンになれば、もう今ってこうデジタル配信ね当たり前になりましたけど、昔はやっぱそれでこう産業が動くっていうので、だから文化っていうのもすごい必要だったし、そこに経済がくっつくみたいな。要は空の CD だけ売れないじゃないですか。そうですね。やっぱ100万枚売る動機っていうものがすごい必要で、そういう意味でね、なんかディカプリオ、レオナルド・ディカプリオも今環境保全活動とかかなりされてますけど、彼のコメントでこう意味深だったのは、僕らは DVD のパッケージをものすごく打った側だと、そこにやっぱり何か心で感じるものがあって、今こういう活動してるって一言言ってたんですよね。それすごくわかります。やっぱり CD とかをはって考えたのは、やっぱりね、これどこまで行ってもプラスチック製品なんだなっていうか、作品ではあるんだけど、工業製品なんだっていう。しかもハンデを押したように同じものを作っていくわけですよね。完全なキャピタリズムですよね。そうなんですよ。だからやっぱり、そしてやっぱ中古屋とかに行って
売れた CD とかほどこう本当に無価値みたいな形で、うん、ね、わかります、うん、でも資本主義って要はこう希少性を上げることによって成り立ってるから、うん、売れたものがこうそうなっていくことはまあ必然ではあるんですけど、うん、めちゃくちゃ悲しいし、だからやっぱり希少性を高めるために売れるべきアーティストっていうのは限られてくるわけですよ、うんうん、アジカンさんとか、うんうん、トップのアーティストさんとか、でもそのアーティストさんの CD がものすごく売れるんで、うん、あのプロモーション会社もさらにそこに投資するじゃないですか、はいはい、でこの循環が生まれてくるっていうのはもう事実、うん、だからもうすごく考えますね、うん、特に音楽とかこう創作するだけで環境に絶対タッチしてるし、うん、関わってるし、一体どうやってパラドックスみたいのを解決していくべきなのかっていうのはすごい考えていて、でもそもそもなんかアーティストさんってその、うん、やっぱり人の心を癒すための曲、あとその時代が求めてる、うん、若者たちが求めているそのメロディーとか歌詞とか、うん、まあ、その人の肉声ですけど、うん、やっぱそういったものをコントロールできる人材じゃないですか、逸材じゃないですか、うん、なのでなんかさっき冒頭でね、はい、後藤さんがもしここに訪れたらすごい曲作るんだろうなって勝手に、うん、なんかアーティストってもうアンテナが、うんうんうん、僕なんて逆に言うと路上の絵描きでもうずっと7、8年、はい、10年、うん、売れなかったんですよ、全く売れなくて、うん、ここに来てもう電流が走って、うん、やっぱりこの街に行って、うん、どういう回路でどういうその順番で、うん、その電子廃棄物を自分のこうアートにこう結び つけていったのかっていうの、それこそ路上の絵描きで全世界15カ国ぐらい、うん、主要都市を回っていて、うんうん、で当時もう絵が1ヶ月に1枚も売れないんで年収100万円か、うん、でも世界中回れてた理由は、はい、例えばアメリカの iPad を買うと、うん、当時ってなんか SIM フリーっていうのがロックが外れてる、はいはい、キャリアのそれを買うと日本で5万円で買ったの8万で売れるみたいな、うん、10万で売れるみたいな、うんうん、それをねヤフオクとかで売るとチケットが買えたんですよね、海外に行く、あ、なるほど、ね、それがね渡航資金になっていて、うんうん、こうなんか電化製品とかガジェットってもう切っても切れない自分のパートナーだったんですよね、うん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 、その時にある日ね経済誌を読んで、うん、で電子機器の墓場、うんうん、このさっきから話してる大量消費主義社会の、うんうん、もうしわ寄せが世界最大級のゴミ山を作ったっていう、うんうん、そういう記事を読んで、はい、なんか一言じゃなかったんですね、なるほど、そのお金で自分は世界を回ってたからって、回ってた、うん、でかつ世界中回ってたって豪語する割には、うん、先進国の主要都市しか回ってなかったんですよ、なるほど、まあ、要は有名になりたかったんですよ資本主義の、うん、要はニューヨークに1年半住んだし、うん、で何百件でギャラリーを売り込みに行くんですけど、うん、まあ、全く相手にされない、うんうん、でもたったねその15カ国世界中回ったとしても推進国しか回ってない、うん、でもなんかそういう世界に僕は挑むわけですよ、うんうん、いろんなヨーロッパパリいろんなとこ行きましたけど、うん、でもなんか気づいたのはいつも後ろ髪引かれてるものは、うん、その街に住むホームレスとか、うんうん、上海行っても一本ストリートを渡っただけでめちゃくちゃもうスラム街なんですよ、うん、気になっロサンゼルスもそうなんですよ、もうホームレスばっかり、うん、はい、気になって気になって、だからそのガジェット電子機器とあとその弱い人、うん、ホームレス、そういう存在がねもうずっと見ちゃうんですよね、まあ、今もだけど、わかります、すごく、うん、だからねなんか多分そういう僕の DNA っていうか、うん、そういったものがあのふつふつとこの長い売れなかった10年、うん、蓄積、うんうん、いい意味でアップデートって、うんうん、してたんじゃないかなと思うんですよね、なるほどね、うん、現在に至るまで感じてきてたこと考えてきたことが、うん、この街に行くことによってこうなんていうか、そうはっきりとしてくるというか自分の中で、うん、だから僕らも漠然ともう本能のままに就職もしなかったしね、うん、それこそそのヤフオクで売って生活してたんで、うん、もうなんか本能のまま、うん、もう母親に就職しろと言われても、うん、履歴書、うん、はいはい、すら書けないそのペンすら握れない、いや確かにこのヤフオクで売って暮らしてるってなんかすごいサバイブしてた感じありますよね、うん、いやそれは僕当たり前だったんで、うんうんうん、なんかこれがなんか年収100万ぐらいで生きていけるんですよ、うんうんうん、あの
本当に、はいはい、あの友達の家泊まらせてもらったり、うんうん、あとなんか年収多分3,400〜500万とかあると、はい、例えば女の子にご飯行った時おごってもらったりとか、あ、おごっちゃったりすると思うんですよなるほど、ね、目張ってね、はい、でも年収100万以下だと見え張れないんで、うんうん、もう最初からおごってって言える。なるほどね、うん、だからね、なんか話失礼しちゃったけど、いやでも面白いですよあの、うん、それはなんかすごく感慨深いですね。それで10年間生きてたんですよ本当に、うん、だからね、このなんか会社経営を経てっていうのはかなり全然違うなと思ってなんかね、もうちょっと本当に本当に路上って言葉の方を上げた方がいいというか、いやもう長かストリートから出てきたみたいな、いや本当長かったですね。もう一生こういう生活続くみたいな、慣れてました。じゃあなんかやっぱり廃棄物がを使って後にしてるのも、やっぱ本当にそこはなんか地続きな何かがあるって思いますね、聞いてても話は。いや絶対にそうだと思ってて、うん、面白い。じゃあ一曲お届けした後に続きの話伺ってもいいですか。はい、もちろん、はい、トップアンイノベーションワールドエラー、後藤正文がナビゲートしています。今回の From the Next Era は電車廃棄物を使ったアート作品を創作されています美術家の長坂真吾さんをお迎えしております。後半は長坂さんが掲げるサステナブルキャピタリズムという考え方と、長坂さんが今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーを伺っていきます、うん、そう、今日結構気になってたキーワードなんですけど、サステナブルキャピタリズムという考え方、はい、これな、ね、長坂さんが提唱されてるということで、うん、これちょっと聞いてみたいなと思うんですけれども、うん、なんかね、うん、あの最近サステナブルキャピタリズムって検索すると僕のしか出ないらしくて。あ、そうなんですね。もともと今ステアブラックスターっていうエキシビジョンを、うん、あの世界中、まあ世界中って言ったらおこがましいな、アメリカとか、はい、あの日本、今後香港パリとかでやっていくんですけど、うんうん、最初ね、一番最初のデビューはこのガーナの展示、はい、ロサンゼルスだったんですよ、うんうんうん、日本では全然間口がなくて、はい、でその時にステアブラックスターっていうタイトルを決めてて、うんうんうん、でステアブラックスターっていうのはガーナの国旗、黒い、はいはい、緑黄色、うん、赤で真ん中に黒い星、うん、で黒い星っていうのはこう独立国家になった時にデザインしたナショナルフラッグなんですけど、うん、彼らの心はまだ星はまだ輝いてないと。なるほど、うん、独立から建前だけっていう、そういった強いアイロニーというか、うん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 、そういうものがあって、うん、彼らのプライドなんですね。なるほどね。でこのマインドを忘れちゃいけないと、うん、だからステアブラックスター、うん、この星を輝かせるために先進国でやれることが我々あるんじゃないかっていうステアブラックスターなんですけど、うんうん、まあ、これが映画にもタイトルにもなっていくんですけど、はいはい、ステアブラックスター〇〇〇〇〇ってつけたかったんですね、うんうん、サブタイトル、うん、で毎回つけてるんですけど、はい、例えば SDGs だったらステアブラックスターサステイナブルデベロップメントゴールズみたいな、うんうん、サステイナブルデベロップメントゴールズっていうのは持続可能な発展社会を作るみたいな。そうですね、うん、まあ、そのままなんですけど、なんかデベロップメントって、うん、アフリカのスラム、うん、僕らが行くとなんか一緒にデベロップメントしようって言うとうわーって言うんですよ、はいはい、なぜなら発展途上国だから、うんうんうん、でも先進国だね、僕らがね、例えば若者よみたいな、うん、発展しようぜって言ってもんってなるんですよ。そうですね、うん、だって発展してるから、うんうんうん、だからなんかね、SDGs ってなんか全然僕らにはスパイシーじゃないなと思って。確かに、うん、味付けが、うん、薄いと思ったんですよ、うんうんうん、なのでなんかこう資本主義っていうね、お金を稼ぐ競争原理主義社会の中で、うん、生産性、生産主義とかいろんなものがある中で、うん、そのイデオロギーの中でもうやる気出る言葉って考えたのがサステナブルキャピタリズムだったんですよね、うんうんうん、要は持続可能に競争してお金稼いで地球綺麗にして何が悪いんだみたいな、うんうんうん、なんかそういったちょっとこうスパイシーな、はいはい、キャッチーなあのキャッチコピーにして、うん、アメリカ人の友達にステアブラックスターサステナブルキャピタリズムってどうって話したらめっちゃクールって言って、うんうんうん、じゃあこの概念でいこうっていうのが最初のサステナブルキャピタリズムって言葉を考えた時のきっかけだったんですね。なるほどね、うん、僕はなんかもうキャピタリズムって言葉にすごい最近は距離感を感じてるというか、うん、一番乗り越えなきゃいけない問題がここなんじゃないかってあるから、うん、いやそうですよね、うん、
だからどっちかというとこう例えば今斉藤幸平さんとかが言ってるような、まあ、SDGs はなんかまあそうなんていう庶民のアヘンだみたいな、うん、要はこれがもうなんていうなんつったら日本とかだとその自分たちの免罪符みたいになっちゃうみたいな、うん、そこにこう参加してるってことで全く何も解決してないのにやってる気になっちゃうみたいな。あのバッジをつけないんですよ僕は。なるほど。そうそうそう。いやそれ僕も同じこと言ってて、うん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 、だからでもね一方でそうなんですよね。すごい長坂さんの活動を調べてて思ったのは例えばそのアートでね、うん、こう得た資金によってアブボグブロジーにこうリサイクル施設を建てるんだとかね、うん、じゃあちゃんと雇用も作ってお金も回してそういう発展途上国をこうスティルアブラックスターも本当に黒星を輝かせていくんだっていう道筋を考えた時に、うんうん、僕たちこう止める国はもういいもうキャピタリズムは GD よみたいなこと簡単言える理想としては言えるんだけど、うんうん、それだけで本当にいいのかなっていうのは長坂さんとかの活動を見てると思うっていうかね。だからこう資本主義ってなんかやっぱよくキャピタリズムにすごい疑いがあると、うん、でじゃあ今日明日、うん、資本主義やめようぜって言ってやめれる人はほぼいない。そうですね、うん、間違いないですね。だったらもうみんなねギターを捨ててね、うん、絵の具を捨てて山の中で狩りをしてキャンプしの、うん、で生涯を遂げあの終わらせよう、うんうん、これじゃないですか、はいはい、でもできるわけない、うんうん、だから資本主義を根絶するってのは無理で、うんうん、僕はただ長い時間軸の中で、うんうん、例えば200年前刀を振り回してたわけでしょ、うんうん、あの時は武力行使っていうのが一番の主義だったわけじゃないですか。そうですね。でも今したら歯でしょ。そうですね。で資本主義も歯になるんですよ絶対に、うんうん、でこれのこう階段、はいはいはい、この間に刺さるのがサステナブルキャピタリズムじゃないかな。なるほどね、うん、だ次の新しい形態に行くためにはまあその段階としてはそこを一つ踏まなきゃってことですね。ただのステップ、うん、で要は僕のアートは売れれば売れるほど、はい、今ってこうアーティストとかがチャリティーをして、うん、アフリカの問題貧困の問題を歌にしてお金集めるっていう CSR みたいな考え方、うんうん、支援進行が稼いだお金で恵むみたいな、うんうんうん、でもじゃなくて僕らはもうアートを売った瞬間にもう地質からゴミが減るんですよ。全部ガーナのゴミ使ってるんで、うん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 、かつメッセージ性もある、うんうん、だから自動的に地質も良くなってその売り上げで僕ら無料の学校とかもやってるんですけど、そうですよね、うん、無料の学校もうちの会社に再雇用するために投資してるんですよ、うんうんうん、現地に今工場を作ろうとしてて、うんうんうん、でガスマスクを支給して、はいはい、うん、健全な当たり前なフェアトレードをしていこうみたいな。なるほどね、うん、だからね今までのこうチャリティーとか、うん、なんかそういったイメージではない、こう目線がみんな同じ、ちゃんとサイクルになってるわけですね、はい、そしてね精神的な循環するように、そう物質的な流れも動的な流れも、はいはい、こう精神の部分も全てがこう、うんうんうん、循環する、うんうん、円になってるのはすごくいいと思います、うんね、今のキャピタリズムってどっかに搾取があるから円の中ですごい吸い上げて一つ膨らんでるところがあるんですよね、うん、今までだったらこう、うん、文化があって経済がある、はい、でここ例えば文化がミュージック、うん、でこのミュージックがすごければすごいほど CD 売れまくるみたいな、はいはい、うん、でここ忘れてるんですよね環境、はいはいはい、うん、でここで稼ぎまくったものを寄付するみたいな、うんうんうん、っていうなんかワンウェイなんですけど、うん、これをもう循環型にする。そうだな、うん、いやすごく分かってきた。だからやっぱこれってそう次に行かなきゃいけないのは確かなんですよね、うん、やっぱりね、うんうん、そうで斉藤浩平さんなんか言ってるのはだからもう資本主義ダメってわけじゃなくてこういう暮らし方の中にもコモンみたいな、うん、そのコミュニズムっていうのはそこかしこにあるみたいな、うん、パッとこうもうその貨幣価値じゃないある種のこう価値判断使用価値だけでこうやり取りするような、うん、その仲間内のことってあるでしょうみたいな、うん、その瞬間はもう本当にコミュニズムがその場所には立ち上がっているんだよみたいな話をしていて、だから例えばこれはすごい簡単でみんなでサステナブルって循環作るものだと思ってて、うんうん、例えばじゃあこのサステナブルの概念が分かって、うん、多分 A 社がいます、はい、A 社がもう超大手で、うん、資本主義のトップのお菓子メーカーですと、うん、でお菓子メーカーの箱あるじゃないですかパッケージ、はいはい、僕なんか本当に ある社長に提案してるんですけど、うん、パッケージ半分にしてくださいと、うん、で空気を運ぶ量をトラックで減らす、うん、そうすると年間売上が変わんないと、うん、でパッケージ半分にしてもできるんですよ実際、うんうん、でパッケージ半分にすると年間何十万トン使ってたトラックが半分にできるんですよ、うん、そしたら、ね、燃料も半分になる、うんうん、そしたら
これも持続可能社会に向かってるんですね、うんうんうん、でこのトラックがいつか電気自動車に変われば、うん、排気ガスが出ないんで、確かに、でこの電気自動車のトラックが全部ソーラーエネルギー、太陽のエネルギーだけで充電できるようになれば、はいはい、完全循環型社会になるんですよ。そうですね、うん、こういったものを僕はサステナブルキャピタリズムって呼んでて、うんうんうん、持続可能に稼ぎまくっていくみたいな、だからどの業種でもできるんですよ、うん、サステナブルミュージック、サステナブルなんかスナックとか、うんうんうん、僕の場合アート、アートの業界だったんですけど、うんうんうん、このさっきの3つの概念をどう回すか、文化、経済、環境、うん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 、これをやるっていうのはすごいいいなと思ってて、なるほどね、うん、やっぱりでもそこのあれなのかな、やっぱそのいつもね思うのはね、迷うところはこうやっぱその稼ぎまくるみたいな、ある種のこう長坂さんとかが用意してくれるこうアクセル的な言語と言葉とかがないとやっぱついてこない人とかもいると思うんですよ、ね、本当にそこだけ、そこのなんかね、うん、そこの取り扱いがね、どういう風に話していくのがいいのか難しいなと思うんですよね。僕はそのために考えましたね。なるほどね、うん、なんか僕とかの視点だと、とはいえ例えばそれでもちろん循環がこう成立してみんな稼ぎまくるってなったらいいんだけど、うん、結局吸い上げてるやつらがその今のガーファみたいな人たちだと、うん、変わんないよねみたいな。あ、だから僕らって無料の学校、こう、はいはいはい、全部直営なんですよ。なるほどね。で工場も全部直営、うん、で今メンバー集めてて、はい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 、搾取されない世の中を作ろうと思って。ああ、もうグリッドから外してっちゃってるわけですね。古い体制の人はもう古い体制の人で、もうそれでそのサイクルが外れられないんで、うんうん、資本主義なんで、うんうんうん、でそこは僕らが新しい会社を起業して、うん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 、でベンチャーの会社をもうどんどん僕ら作って出資して、うんうん、アートの売り上げが、まあ、要はスタートアップって今まで株主からお金集めて起業してたんですけど、うんうん、僕ってアートを売って資金調達して、うんうん、その資金を再投資して、自分再投資って言っても自分たちの会社、子会社、うん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 、で工場経営したり、まあ、いろんなギャラリー経営したりとか、うんうん、で今ねそのギャラリーも7店舗僕らで作って、うんうん、孫ギャラリーって言うんですけど、うんうん、だからもう今までの既存のアート業界、うんうんうん、からもうさよならって手を振って、あ、なるほど、ね、新しいマーケットを作って、うん、でそれが世界中に4店舗今年増えるんですね、うんうん、どうなんですか、その長坂さんがやってることがこう例えばそういうのが広がっていく、うん、同時多発的にいろんな人がそういうことをやっていった先に、うんうん、僕なんか視点としてパッと戻るのは、昔いろんな町々に行って、うん、長坂さんが見かけた路上生活者だったりスラムだったりとか、そういうところを変えていく可能性は どうあるのかなそういうふうに考えていて、うんうん、世界中に拠点があるってことは、うん、もちろん絵を売ったりするだけではなくて、うん、サステナブルなアソシエーション拠点になっていくんで、今ガーナの問題2030年までに解決するっていうのを、うん、もう早巻きで今年から工場を作ろうとしてて、はいはいはい、ワクチン打ってから、うんうん、でもう調査はもう始まってるんですけど、うん、じゃあこれクリアしたら僕らのゴールじゃなくて、うんうんうん、ガーナのスラム街にリサイクル工場何十億のプレゼントしたら、うんうん、もうノーベル平和賞絶対取れると思ってて、うん、もう欲しいわけじゃなくて、はい、取れるんじゃねえかっていう。でそうなった状態にまで行けば、もう僕らの周りってもう超優秀な人間が集まってるんですよね、うん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 、今でもそれがさらにこう逆に言うとマスメディアの力でどんどん広がる、これ資本主義ですよね、はいはい、いいことその人しかあのもうスポット当たらない、当たらない、うんうん、でもそこがすごいピュアな組織であれば、うんうんうん、ここでまたじゃあ次はロサンゼルスのホームレス問題を解決する、うんうん、僕らが再投資して、うんうん、そういうアソシエーション会社を広げる、うん、あとリオのスラム、うん、上海のスラム、うん、カンボジアのスラム、はい、うん、全部一掃するような会社作っていきたいなと、まあ、ここはイノベーションですね。すごいな、うん、実現したら本当にすごいですね。そうですね、でも実現できるって思ってやってますね、うんうんうん、いやそれは素晴らしいと思います、うん、はあ、いやすごい久々にそのすごい志をいやなんか感じてすごいと思ってる今。4年前までは本当に路上の絵描きで全く売れなかった、うん、でも、うん、店舗7店舗増えたのこの2年、うん、で 先月行われた伊勢丹、新宿伊勢丹の僕の展覧会は、うん、伊勢丹史上1位だったんですよ売り上げが、うん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 、数年前まで路上の絵描きですよ、あのタブレット売って生活してたのに、うんうん、はいはい、うん、なるほどね、これはできるんだな、
その自信から確信に変わったんですね。うん、今僕らが今話したことは、うん、確実に実行して世の中変えていく、うんうん、そういう時代なんだと思って。なるほどね、うん、ちゃんと志に共鳴してる人がたくさんいるっていうのはいいですね、やっぱね。いや本当これもね、だからある種 の、うん、あの資本主義のテクノロ、うん、G の進化のおかげなんですよ ね、 なるほどね。要は 5G とか 4G のおかげで、うん、このメディアのおかげで、僕のこれ昔のね100年200年前だったら、僕が村にいてね、うん、村の100人に孫ってすげえな、うん、考え方しっかりしてるから一緒にやりたいって村でしか広がらない、うんうんうん、でその村からちょっとずつ町に情報が流れて、うん、僕がもう死ぬぐらいで僕の思想とか考えとか行動が、うん、まあ僕は福井出身なんですけど、はい、福井県だ、福井県の人が知ってるか知らないか、うんうんうん、でも今っていうのは地球上の裏側まで、今スラムまで LTE 入るようになったんですよ。うん、そしたらもう毎日ティーチャーとも会話できるし、はいはいはい、こういう授業をやるよとか、うんうん、もうねこの僕らが伝わるアイデンティティの速度っていうのがもうコンマ 0.01 秒でもうすごいスピードで情報共有できるようになったんで、そうですよね、これは資本主義のおかげ、アップルのおかげ、ソニーのおかげ、うんうん、だから僕はこう考えてるんですけど、うん、圧倒的に自然のサイクル以上に地球を悪くするのも人間、うん、でも自然の地球サイクルよりもさらにいい循環システムを作れるのも人間だけだと思ってて。なるほど、うん、だからこの50年でこんだけ地球めちゃくちゃぶち壊したんだったら、うんうん、もっと地球の成長よりもさらに早いスピードで地球を好循環にする、うんうん、これができるんじゃないか。そう言われると俺そんな気がしてきますよね、うん、この技術を使ってね、うん、こんだけの破壊ができるんだってことですよね。そう、想像もできるんだっていう。で僕がね、うん、ちょっとこれはもう行き過ぎた予測なんですけど、うん、いいですか、聞きたいですよ。ゲームをしてください。地球って今40億歳、はいはい、で地球って寿命があるんですよ、うん、あと10億年後、うん、太陽が飲み込んじゃうんです、はいはい、まあ、その前に灼熱で死んじゃうんですけど、はい、でイーロン・マスクとかは火星逃げようぜっつって、うん、まあ、研究してるじゃないですか。でも僕は違うと思って、はいはい、要は人間ってまだ800万年歳人類が誕生して、うんうんうん、で地球っていうのは40億年、あと10億年に死ぬ、うん、ってことは高齢出産で僕ら生まれたんですね、うんうんうん、母なる大地は地球ですよね、はいはい、で僕らは、うん、なんでこんなにテクしんそもそも論でなんで僕らって進化しなきゃいけないのみたいな、うん、なんで切手を貼ってハガキを送ってね、うん、火を起こすのもライターにして、うん、なんでこんなに昔かかってた1日の24時間のサイクルを一生懸命縮めようとしてるのか、うんうんうん、これはある種の僕らの人間がこういうイノベーションを何回も何回も起こして、うん、本来の今までのやってたことは人間がやることじゃなくて動物的な思考が進化しただけで、うん、なんかもっとこう次の領域に行くんですよ人間って、うん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 、そのための進化を続けてきた中で、うんうんうん、じゃあこの進化ってじゃあ何のためにあるんだろうって考えるんですよ、うんうん、なんで人間って進化しなきゃいけないの、うんうん、なんで E メールダウンロード曲し一瞬でできるようにならなきゃいけないのか、うんうん、って考えると僕がもう行き着く先は火星に逃げるためじゃなくて、うん、地球を太陽の銀河系の重力から切り離して地球が飛んでいくんじゃないかと思ってるんですよ、うん、それできるの人間しかいないんですよ。なるほどね、うん、だから地球は僕らを産んだんですよ、うん、じゃないと理由がつかないんですよね。だって僕らって全部地球の素材でできてる、うんうん、ですよ。もう質量保存の法則で、うんうんうん、僕の体、うんうん、全ては地球からできてて、で魂ってどっから来てるかっていうと太陽なんですよね、うんうん、地球の大気圏があって無重力で唯一宇宙から降り、まあ、いろんな紫外線とかありますけど、うん、太陽のエネルギーが一番降り注いでくるんですね、うんうん、地球になかった素材ってエネルギーだけ、うんうん、これは魂だと思ってて、はいはい、だから親父は太陽なんですよ僕の中で。なるほど。で母が地球、うん、でこの親父がでかくなりすぎて、うん、虐待 DV みたいな DV が始まってて、はい、10億年後にもう殺されるって決まってるんです。そしたらお母さんが私助けると、もう殺されると。うんうん、だからでも私はあの太陽のね、うん、ものすごい強い鎖で縛られちゃってるのって、このロープをほどいてみたいな。うんうん、でほどく英知を僕らはこの、まあ、10億年後じゃなくて数億年後に編み出してるんですよ、うん。なるほど。で地球はマザーシップで飛んでくるシューって。これ自体がね船になるっていうのは。これ多分そうなりますよ多分。そうです。
え、あるの？やっぱあるんだ。考えてる人いるんですね、同じことね。あ、嬉しい。それは僕知らなかったんで、やっぱでも考えるか。いやでもルテン地球号ちょっと調べたかった。面白いと思います。俺そういう話すごい好きです、うん、いやでもね本当だと思うんですよ、うん、あ、そうですよね、はいはい、そうですね。いや、もう変な話だった。じゃあ、はい、そうですね。じゃあまずはあのお知らせ先にありましたらね、7月にですね、長坂孫展超越スティルアブラックスターっていうのをね開催すると、これが7月14日水曜日から20日の火曜日ですね、うん、はい、大丸、これがザ・ファースト？そう、ザ・ファーストか最初の展示、はいはい、でセカンドが、メインエキシビジョン、はい、メインが7月22日木曜日から27日の火曜日というわけでね、これぜひよろしくお願いします。はい、大丸です。東京の大丸店内フレキシブルスペースと、はい、このスペシャルエキシビジョンも7月7日からあると、はい、ちょ、まあ、全館でアートが見れるような、はい、7月ぜひ大丸 で、はいはい、1週間1週間ごとに見れる場所が変わるみたいな、うん、そういうちょっと変化球的なものなんですけど、うん、ぜひあのこのガーナのね、はい、真実をあの後藤さんもぜひ遊びに来て、あ、行きたいです、嬉しいなと思います、はい、ありがとうございます。で、あともう一個、はい、あの今ツイッターで、うん、さっき言った世界中にあの十何店舗マゴギャリーできるんですけど、はいはい、マゴギャリーアワードっていうものを開催して、うんうん、今ツイッターで呼びかけしてるんですけど、うんうん、あのエントリーしてもらえると世界中のマゴギャリーでデビューできる。なるほどね、それすごい機会だな、うん、でこの間前澤さんと一緒にねアーティストに1000万円プレゼントっていう企画をやって配ったんですけど、うん、はいはい、1万6500通応募があって、うんうん、ものすごい才能のアーティストが溢れてたんですよ、うんうん、でもただ機会がないと、うん、だから機会を平等に与えるために、うん、じゃあ世界中の僕のギャラリーでデビューしましょうと、うんうんうん、で今、ね、6月20日までエントリーを僕のツイッター、はい、アットマークアーティストマゴでやってるんで、うん、ぜひ応募してもらって、でそこの売り上げの 20% は、うん、あのガーナの工場に使われる。なるほど。自然に持続可能なサステナブルキャピタリズムに参加できるっていう、うんうんうん、そういうものを用意しましたんで、こちらもぜひあのこのラジオを聴いているアーティスト、才能あってまだ誰もこう評価される前のアーティストさんたち、うん、ぜひあのエントリーしてください。いや、こういう若手のフックアップするところがなんかちゃんとなんか路上からやってきた人の視点って感じがしますね。なんか、うん、まあ、俺すげえわかりますその気持ち、うん、はい、じゃあのいろいろお話伺ってきましたけれども、はい、最後にですね、うん、美術家長坂孫さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください。突破ストーリー、うん、これいっぱいあるな、どこにしようかな。なんか一つ、あ、でもね、サステナブルって言葉に出会ったのは、うん、はい、2015年12月31日です、うん、パリで、はいはい、これは僕の人生の扉を突破した瞬間だったんですけど、うん、ちょうどパリの同時多発テロが11月13日2015年にあって、はいはいはい、それ僕なんかもう行ったんですよ、飛んで、もう家族に反対されたんですけど、僕直前に実はパリにいました。僕その後ニュース上海でその時個展してたんですけど、一枚もその時売れなくて、もう行かなきゃいけないと思って飛び乗って行ったんですね。そこでパリがもう死んでて、要は扉がデパートでバターンって閉まるだけでみんなビクッてなる、もう半径100メートルぐらいの人間がですよ。だから僕もそのちょうどライブハウスが襲撃されて、あのバラクタン劇場、そこバタクランですね。あ、バタクラン僕もやったことがあるんです実は。僕見に行きました。そこ穴がもうバーッと開いてて、うん、死の恐怖がパリを包む、あんだけ文化で彩りのある都が、うん、その時にもう俺は生きてる理由ないわみたいな、うん、なんかアートで戦争をなくしたいっていう絵をその時描いてたんですけど、はい、なんてこう日本のね安全な国でこんな絵描いてたんだろう、うん、って悩んでる時に12月31日、うん、あるあのロサンゼルスに住んでるアメリカ人と友達になって、うんうん、彼女がギャラリー・ラファエット、うん、のデパートでちょっとこう列でなした時に話した時に、うん、何やってんの君はって話した時、うん、私サステナブルカンパニーやってる、うん、それが僕のサステナブルの出会い。へ、サステナブルって何って聞いたら、うん、聞いオーガニック化粧品売ってるのよと、うん、あじゃあ自分の肌にいいんだって言ったら甘いって言われたんですよ。私たちはこのパッケージを売れば売るほど地球上に有機農園、汚染されてない地球あのファームを作るんだ、うん、増えれば増えるほど地球は綺麗になるのって言われても、なんか
バシカーンってきたんですよ自分の、まあ、そういう考え方か、うん、オーガニックの商品を売れるといい農場が増えるって考え方なんですね。そこだ僕もう自分ごとばっかり、はいはいはい、資本主義、うん、自分の肌にいいんだ、うん、全部人間ごとそれが地球ごとだったんですよ、はい、なるほどねそれもすごいと思った僕も衝撃、うん、で帰ってきて、うん、マゴクリエーションって今の会社、うん、起業して、うん当時の知り合いの経営者に、うん、サステナブルってすごい概念にパリで出会った、うん、すごいことが起こるってずっと言ってたんですその時、うんうん、でも誰もなんか事前事業やりたいのみたいな、うんうんうん、全然乗ってくれなくて僕知り合いから100万円借りて起業したんですよ、うんうんうん、で今サステナブルキャピタリズムで展示会で過去最高売上とか、うん、新しいマーケットギャラリー何世界中にできたりとか、うん、なんであの時みんな耳貸さなかったのみたいな、うんうんうん、だから突破ストーリー、うん、これはもう大きなきっかけでしたね。なるほどね、うん、じゃあなんかそれにまつわる曲を1曲紹介していただけると。あじゃあその時に、うん、実はパリでね、うん、満月を見て、はい、で最近ガーナの作品って結構有名なポピュラーになってきたんですけど、うん、僕満月の作品書いてて、うん、パリで見た満月が心が平和になったんですね、はい、それであの月っていうのをタイトルにして、うん、世界中ガーナのスラム街にもムーンタワーっていうタワーがあったりして、うん、月がテーマで世界平和、はい、なんで僕が大好きなブルーノ・マーズの、はい、トーキング・トゥ・ザ・ムーン、はい、お願いしてもよろしいですか。はい大丈夫です。はいというわけで、うん、フロム・ザ・ネクスト・エラ今回は美術家長坂真吾さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ポッパンイノベーションロリラオネリゴポイントリーチェイウェイフ。